なんです。よろしくお願いします。MC だった。疲れました。もうね、今日月曜日じゃないですか。なのにこんなに人がいて、もうめちゃくちゃ嬉しいし、寒いね、ね、嬉しいです。本日は、ゆうゆう任せていいですか。本日は感謝に輝かせていただき、そしていつも色のステージを見ていただき、本当にありがとうございます。ありがとうございます。今日も妹らさん、うちのお姉さんグループの主催イベントということで、突破を任せていただきました。いざまいらんと言います。3人組の武将コンセプトのアイドルグループでございまして、端から順番に徳川、小田、明智の顧問を背負って3人で頑張っております。スイさん、僕がサンシャイン境そこら辺歩いてる時に、モードラのマルチ日和さんにスカウトされてアイドル始めたんですけど、その時は本当に武将アイドルって知らなくて、気づいたら、気づいたらガラスになって、モードラに入らないかってスカウトされたんです。そうなんですけど、なんか違うグループにいました、気づいたら。あれだね、みんな今スイのこの見た目でモードラってなるよね。あの時の見た目はどうなんだろう。モードラ踊ってよ、なんかそう、ナンパされた時、マルチ先生にナンパされた時に、僕髪の毛長いウィッグかぶってて、こんな感じの見た目だったんですよ。めっちゃ可愛かったよ。やめてよ。てるさ、服はいつもと一緒じゃない。もちろんそうだ、いつもと一緒だ。フードかぶってたら怖いよ。いつか生誕かなんかのイベントの時にやるかもしれない。なるほどね、お楽しみってことね。怖い。待って、煽りみたいな顔してる。煽りよりやめてよ。はい、今選んで、あと1曲あります。みんなで一緒に踊ってほしいので、ぜひぜひ一緒にぴょぴょんってその場ででもいいので、ぜひぜひ遊んでいただけると嬉しいです。というわけで、セッツ。はい、それでは最後の曲参りましょう。ほんの字逃げ通る年齢を叱って、アイドルが誕生していた。
ぜひぜひ遊びに来てください。初級さんはあの X フォローで写真1枚無料なのでどしどしお越しください。よろしくお願いします。以上、いざ参らんでした。ありがとうございます。